どうもー、ジェキでーす。つばらちゃんでーす。2人合わせてジェキとつばらちゃんでーす。どうもー、今日はですね、門真アートフェス2022ということで、いろんなアートが街中にもたくさんありましたね。ありました。あっちの方にはワンちゃんがね、おしっこをしてるアートがあったりして、なんかシュレッダーで細かくした紙でワンちゃんを作ってらっしゃって、あとあれですね、ツルシャワー。ツルシャワー。うん。あっちの方に座るとですよ、折り鶴がこうシャワーのように折ってくる、降ってくるアトラクションがあったりなんかして。アトラクション。うん。アトラクション、もしかするとパビリオン、とにかくツルシャワーがあるんです。座ってたら上からたくさんの折り鶴を降らしてくださって、その模様はね、ジェキーとズブラちゃんの SNS でご案内していますけれど、とても映える映像になっていたりなんかしてね、アートはいいですね。アートはいいですね。さあ、それではですね、ジェキとズボラちゃんショーということでですね、オリジナルの歌を歌っちゃったり踊っちゃったりなんかしようかなと思ったりなんかするんですけれども、改めまして、ボーカルを担当していますジェキです。そしてリードお客さんのズボラちゃんです、ね。リードギターとかリードボーカルとかいろいろありますけれども、リードお客さんとリードボーカルの、このコンビで頑張ります。さあ、これからご披露するのは卓球選手という曲です。それではズボラちゃん、早速コール&レスポンスやりましょう。皆さんもご一緒にレスポンスを返してくださいよ。さあ、コールレスポンス。はい、コールレスポンス。皆さんご一緒にコール。それでは聴いてください、卓球選手。僕は卓球選手なんですけれども、なぜか女性にモテません。僕が卓球選手だからでしょうか、それとも他にも問題ありなのでしょうか。朝から晩まで僕はラケットを持ってピポ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 迫りただただひたすら打つよ、ピポ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 。今の僕は不幸ではないから幸せなんでしょうか。僕は卓球選手なんですけれども、なぜか女性にモテません。一さんの髪型がまずいのですが、折り目がついてるジーパンがダメなんですか。ズボンの裾からくるぶし見えてるけれど、ピポ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 。恋に落ちたらフットワークでスマッシュです。スマッシュスマッシュ。今の僕は女性にはモテない、泣きたい夜もあります。朝から晩まで僕はラケットを持ってピポ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 。まだ見ぬあなたと二人でピンポンしたい、ダブルス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 。今の僕は不幸ではないから幸せなんでしょうか。ララ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 ラ。今の僕は不幸ではないから幸せなんでしょうね。ありがとうございます。はい、卓球選手という、オリジナル曲を聴いていただきました。ね縁も竹縄ではございますけれども、最後の曲となってしまいました。さすがリードお客さん、素晴らしいですよ。頑張りました。私ジェイキーとズボラちゃんはですね、特定非営利活動法人カドマフィルムコミッションという団体の理事をしておりまして、それで TikTok なんかもしてるんですけれども、この TikTok がですね、ありがたいことに結構フォロワーというかね、見てくださってる方が増えちゃって、増えました。よかったら皆さんも TikTok をフォローしてくれたらなと思います。あと缶バッジなんかも売ってますので、ジェイキーとズボラちゃんの缶バッジが見てみたいというお優しい方はですね、スタッフか私にお声をかけていただきましたら、1個300円で販売しておりますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。ジェイキーとズ、はい、昨日かくれんぼバーガーを食べたんですよ。ああ、食べましたね。いや、あれ美味しかったです。パンがね、バンズっていうんですかね、ポカッチャって言って、イタリアのパンでね、ポカッチャ。お腹が空いてきましたね。空いてきました。さあ、それではお腹空いてきたので、次の曲に行きましょう。皆様、手拍子をよろしくお願い申し上げます。僕のおばあちゃん。僕のおばあちゃんは僕をドライブに連れて行くのが大好き。テレビ見ていたら僕の手を引いて嬉しそうに笑う。だけど怖いよ、交差点で。あれは赤なのかい、それとも青なのかい、僕に聞くのはやめて。あーおばあちゃん、あーおばあちゃん、電車を射抜いたよ。いや、おばあちゃんこんなスピード出したの初めて。僕のおばあちゃんは僕をドライブに連れて行くのが大好き。雨が降ったなら小学校まで迎えに来てくれる。赤いスポーツカー、ポルシェって言うんだ。街を駆け抜ける、みんな振り返る、追いかけてくるおまわりさん。あーおばあちゃん、あーおばあちゃん、警察だらけだよ。僕のおばあちゃんは僕をドライブに連れて行くのが大好き。だけどおばあちゃんはみんなに怒られ、しょんぼりしています。僕のおばあちゃん少し寂しそう。明日晴れたなら僕がおばあちゃんをドライブに誘おう。はい、ありがとうございますね。はい、僕のおばあちゃんという曲を聴いていただきました。それではジェイキーとズボラちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。コップンカー。どうもー。バイバイ。